半妙化は、甲虫目のトガの一つ。最近の分類ではオサムシカに含まれ、半ア赤とする。幼虫、成虫とも肉食性のカブトムシである。半妙と総称されるが、これは日本の半妙類で最も目にする機会が多い、波半妙を示す和ウでもある。世界最大の半妙は、アフリカ南部に分布するオーエンマ半妙で、体長6センチメートルに達し、 巨大な顎を持つ。本種はタイガービートルの名でペット用に販売される。日本最大の種類は体長2 0ト、mm、ルほどの半苗。成虫は体に対して頭部が大きく、腹眼や大顎が発達している。また、足も細長く発達している。体色は種類によって様々で、全身が黒いものもいれば、半紋や金属光沢のある、鮮やかな体色のものもいる。動作は、 非常に敏晶で、素早く走り回ったり、羽を使って飛び回ったりする。ただし、通常の生活で飛ぶ距離は数十メートル以内で、広域分散を行う時を除くと、空高く飛んだり長距離を飛び続けることはあまり行わない。中には、曲がたまように見られるように講師が退化した種もいて、これらは飛ぶことができない。岩場、砂漠、河原、海岸など、 植物の少ない環境に生息し、中高生の種がよく知られるが、森林の木の上で生活する種、あるいは夜行性の種もいる。植生は肉食性で、ハエやアリなどの小昆虫のほヨ横エビ、ミミズなども捕食する。ハンターのイメージが一人歩きしている彼らだが、昆虫の死骸も食べる。また、主に小型種が飼育下で、削り節や粉砕処理したドッグフード等の、 死に得ザも、盛んに食べることはあまり知られていない。大型種である半苗も、生肉の小変を与えると食べることがわかっている。成虫は、粘土質の固くしまったラチの土虫などに一粒ずつ、離して卵を産みつけ、孵化した幼虫はそのまま卵のあった場所の土壌を掘り下げて巣穴とする。幼虫の巣穴は、 産卵の行われた場所に垂直に掘られた円筒形の深い穴であり、温帯産の半苗の多くでは地表に巣穴を掘るが、熱帯や熱帯には木の幹に巣穴を掘る種もある。海岸の岩礁に見られる白ヘリ半苗では、海岸の岩石が風化して、亀裂に粘土質の風化性生物が溜まったところに巣を掘っている。幼虫も肉食性で、巣穴の円形の入り口付近を、 円盤状の頭部と前胸で、マンホールの蓋のように塞いで待ち構え、付近を通るアリ等の昆虫を捕らえ、中に引き込んで食べる。巣穴から勢いよく飛び出し、大顎で獲物を捕らえる様は、びっくり箱のようである。この時、力の強い獲物に、巣穴の外に引きずり出されないよう、幼虫の背面には前方を向いた鍵状の突起が備わっており、これを巣穴の壁に引っ掛けている。 三例が修例であり、十分成長した修例幼虫は、巣穴の口を土で塞ぎ、巣穴の底を、さなぎ質に作り替えて、さなぎとなる。熱帯、亜熱帯を中心に亜寒帯まで、世界中から二千種ほどが知られている。うち日本に分布するのは二十二種八亜種である。半苗類の生息環境は多岐にわたるが、日本産に限れば、植物の少ない環境に生息する。 中高生の種類が多い。漢方の木薬にある半妙はかなり遠藤一地半妙科の豆半妙や緑原性などを指す。これらは非常に強いカンタリジンという毒性成分を含み、日本国外では実際に暗殺に利用された例がある。しかし、日本では江戸時代の初期にトライした本草項目を訳した際の間違いで、 半妙化のものがそれだとされてしまった。そのため、実際に半妙化の昆虫の粉が忍者などによって暗殺用の毒薬に使われたとも言われる。特に種としての半妙はその鮮やかな色彩も相まっていかにも毒がありそうに見えるのも、このような誤解の一因でもあろう。そのため、半妙に毒があるとの誤解は長く残り、今も結構な知識人にも、 この誤解を持つ人がいるという。半病科の昆虫には、実際には毒はない。ただし、大顎で噛まれるとかなり痛いので、注意しなければならないことに変わりはない。庭半病、愛ヌ半病、半病。ありがとうございます。